いらっしゃいませ、奥のお席どうぞ。コーヒーと本と音楽をテーマにした中空は、繁華街から一本路地に入ったところにある小さな店です。今日もカウンターではいろんな話が飛び交っています。こんばんは、中空の佐藤です。中空ラジオが無事70回を、に届きまして、本当に今まで皆さんに聞いていただいたおかげで今日までやってこれたり、お店に来た時にですね、聞いてますなんていうことを言っていただいたりして、本当に嬉しく感じつつも、やってこさせていただきました。で、僕割と最初の方でラジオ好きなんですとか言ったりとかですね、この間たまたまこうちょっとお店でテレビついててテレビ見る機会があったりして、最近こうラジオやテレビを聞いて気づいたことをお話しさせていただこうかなと思うんですが、ラジオも本当に作業とか家でなんか用事してる合間とか暇さえあれば聞いてるんですが、こう芸人の人のラジオ、まあラジオ番組のこう深夜番組とかだと、芸人の笑い芸人の人とか芸能人の人のミュージシャンとかの番組が多いんですけど、皆さん結構ラジオ好きな人が多くって、ラジオは楽しくてやってるんですっていう人が僕聞いてるこうパーソナリティの人の中には多くてですね、もちろんこう忙しいスケジュールの中で動いていて、その中でこうちょっとあった気になったこととか面白いこととかを、テレビの番組とかだったらこうネタを披露するとか、例えばこう VTR を見て何かやるとか、こう決まったことがあるので、話せないんだけれども、まあ、自由な時間を与えられて、ちょっと気になって、で家族に話すでもないし、わざわざ誰かに話すでもないかもしれないようなことから、割と大事件からですね、それをこう話すのを楽しみにしている人が多くて、それで楽しくてラジオやってるみたいな話をしている人がいてですね、いてというか、こう結構何人かのパーソナリティがそんな話をしてですね、なるほどなと思って、確かにこうふとしたね、誰に話すでもないんだけど、なんかもやーっと気になったりもやーっとしたことありますよね。そういうことを話せたりとか、まあもやっとのレベルじゃなくても、すごい気づきがあったとかってことでも話していくことができるんだなっていうのを、ラジオをちょっと聞いてみて、他のラジオ聞いてみて改めて感じたんですが、それでですね、先日中空のお客さんでですね、ある男性の方がいて、T シャツを着てたんですけど、 T シャツがですね、こうイベントの T シャツで、最近こう大きなライブイベントとかだと、こう背中に出演者のこう名前がこう羅列されてたりとかですね、こう表みたいなのが背中にプリントされてる、T シャツがあったりするんですが、その人が着てた T シャツがですね、香川で数年前にあったイベントらしいんですけど、こう三浦淳とか伊藤聖子とかですね、あと安西はじめとか、こう割とミュージシャン、あとリリー・フランキーもあったかな、こうミュージシャン前とした人ではなくて、そういうなんていうのか、サブカルとか、ちょっとそういう話して面白いような人だったりとか、ちょっとそういう変わったことをやってるような人たちの名前が上がってですね、その T シャツなんですかみたいなことを話しかけたらですね、その人たまたまコミュニティ FM のパーソナリティを30分番組って言ってたかな、FM の方でやられてる方ということで、でちょっとこう仲良くなったりしたんですけど、で、まあ生まれは香川なんだけど今は愛媛にお勤めで、まあ縁あってその方もラジオで話すようなことがあるっていうことで、で会社にお勤めらしいんですけど、なかなか会社員やってて1週間やってるとネタがなくて、休み日にはこう地元の香川に戻ってきたりうろうろしてるんですけどね、なんて言いながら、でまあその T シャツの話からこんなことありましたよとか、この本書く人知ってますかとか、いろんな話をしてたんですけど、まあ言えば僕も岡田さんも司会なんですけどね、ラジオで喋ったりする機会があるので、なんか話すことを、まあ、探してるわけじゃないんですけど、たまにこれ話せるなとか考えることがあって、なんかネ
ネタ探してる人がネタ探してる人にネタを渡すみたいな、ネタじゃないんですけど話題をこう交換するみたいなので、うまく交換できてればよかったんですが、そんなことが、お店でそういえば最近あったなということとですね、もう一つこうちょっとテレビをぼやっと眺めていて、ある女性にこうインタビュー、街頭インタビューみたいな感じで、まあ、最近こう生活で変わったことありますかって言ったら、インタビュー受けてた方がですね、30代ぐらいの女性の方で、ヨガの先生をやってる人らしくてですね、で最近こうコロナのこともあって、授業をオンラインでやるようになって、スタジオでヨガ教室やってスタジオで一人で撮って、それを生徒さんに見てもらってヨガ教室を続けてるっていうことだったんですが、それをやり始めてからどこでもドアが欲しくなったと言っててですね、で人の家に行けなかったり、まあ動けない、移動できないからどこでもドアっていうのもちょっとあるんですが、その人が言ってたことが面白くてですね、こうオンラインで授業ができるんだなっていうふうに気づいたら、こう宇宙からでも、例えば宇宙ステーションの中で自分が教室やってもこう見れる人がいるんだ、教室が開けるんだっていうことに気づいて、それでこうどこでもドアが欲しくって、いろんなところからこうヨガ教室やってみたいっていう話をしていてですね、これもこうなるほどなと思って、こうオンラインとかは割とこう家にいながら遠くのものが見られる、聞けるというふうに思ってたんですけど、確かにやる方からするといろんな方からできるだなということをこう改めて気づいたというか、気づかされて、あなるほど面白いっていうか、勉強になるなと思いながらこう聞いてたんですが、それを考えるとそれこそ宇宙ステーションから中空ラジオを配信することもできるかもしれないし、シベリア鉄道中空ラジオもできますし、ナイアガラの滝中空ラジオもできるしと思うと、こうまあもちろんいろんなところに移動できるようになってからなんですが、ああそんなこともできるのかというふうに思いながら、またラジオでできそうなこととか、こういうふうになんて言うんでしょうね、喋る時間とか放送するっていうことの、意味とか面白みみたいなことを、改めて気づいたりしました。また遠出できるようになったりした暁にはですね、気づいた時というかちょっと面白いところに行った時にはそんなこともできればなというふうに思ってます。先週あたりにちょっと、お店のお休みと合わせて、僕もお休みをいただいて、ちょっとラジオの更新の方も、止まっていて、親と思われた方もいるかもしれないんですが、ちょっと70回を超えまして、ここでちょっとやり方を変えてみようかなと、思いまして、毎日こう短いのを、上げていって、で1週間経ったところでですね、こうそれがつながったもので、1時間ぐらいのボリュームの、ものを作るみたいな風にしてやっていければなというふうに思っています。本当に70回まで、最初始めた時はなんか YouTube の上げ方が分かんなくって、なんかヒーヒー言いながらたまたま来てた友達の、お客さんの前でこうヒーヒー言いながらこう公開して、でなんとか公開できて、次の日 には、最初にこう特報というか予告編を公開して、次の日にはこう1回目をこう公開するので、こうまたバタバタと、これが こうやってこう更新のとか放送の緊張がありながらやっていくんだなとか、もう本当にこの世の中のラジオというか放送というのか、こう公開されているものを作る人たちって、いや本当にすごいなみたいなことを思いながらやっていって、なんとか70回まで来て、本当に皆さんにお店でラジオ聞いてますとか、それこそ最近はたくさんお便りいただいたりですね、そういう風に聞いていただいている方のおかげでやってこれたのがあって、またこれからちょっと更新の仕方というのかですね、放送の仕方変わっていくかもしれませんが、続けて行こうと思ってますので、引き続きお楽しみいただけるよう頑張っていきます。はい、
というので、あのちょっと前までの更新のタイミングとちょっとあの表紙というのかサムネイルとかって言ったりしますけど、 YouTube の上でこうクリックするときに出てくる画面の雰囲気が変わっていったりすると思いますが、引き続き中空ラジオをお楽しみいただければ幸いです。中空岡田に相談質問など、おはがきや SNS のメッセージから、コメントを受け付けております。ではそろそろ閉店の時間が近づいてまいりました。またのご来店お待ちしております。Chen my mind